まあこだわることだね。ほう、こだわること。いいアドバイスやな。どっちかって俺職人肌が好きで、はい、一個のことをずっとこう突き詰めてやるのが好きなんですよ。だから割とあの器用にあれもこれもってできないタイプなんで、だから今コントやってるんだけど、うん、前にあの高野俊が飲みたいんだけど、ああいう飲もう飲もうって言って、高野の方が俺たちずっと欧米会やってるんだけど、次ないんですよねって言うから、バカ野郎お前、欧米会をやり続けろって死ぬまでやれって言ったら、うん、飽きるんじゃないよって、それがお前60になっても欧米会ってこれ受けるだろうってことだよ、うん、飽きないで自信持ってやれってことよ。そのが出たら必ず1分間で見るからネタをやらせてもらえって、自分たちの空間を作って、うん、あの番組出るさ、必ずやってるでしょ、うんうん、そうですね、なるほどね、そういうタイプだと残れるんじゃない、少しは こだわり、うん、好きなことをやり続ける、好きなことを。じゃあ有田さん好きなこと何なの。いやだからやっぱ合コンをすごいやる仕事になるさ、はい、そんなものは